はい、それでは続きまして理工学部松尾さん、よろしくお願いいたします。はい、声、音声聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。画面の方を共有させていただきます。少々お待ちください。さて、こちら見えてますでしょうか。はい、確認できます。はい、ありがとうございます。では私の方から、徳島大学ロケットプロジェクトの説明をさせていただきます。私、理工学部理工学科情報光システムコース2年の松尾大成と申します。ロケットプロジェクトでは代表させてもらっています。簡単に団体紹介させていただきます。ロケットプロジェクトは、サークルと違って、授業の教養教育の一環のイノベーションプロジェクト入門実践という講義の講義の中で集まった団体になってます。部員数26名で、理工学部の生徒が20人、総合科学部の生徒が4人で、理工学部ものづくり系の学部に所属している人だけじゃなくて、総合科学部とか文系の生徒も参加している団体になってます。設立年2014年で、今年で7年目の団体になってます。で、大東工業株式会社さんと、むつみ機嫌株式会社さんに、協賛いただいております。続きまして、活動内容の方を説明させていただきます。当団体、ハイブリッドロケットの打ち上げ実験を年間、2回行っております。毎年、秋と春に、和歌山の加田というところで打ち上げ実験を行っているんですけど、秋の実験に関しては、今年は、クラスターの提供があったので、当団体は参加できませんでした。ですので、今、うちの団体は春の打ち上げ実験に向けて活動を行っています。また、ものづくりを通した地域貢献ということで、アスタムランド徳島さんの方で、小学生を対象にした水ロケット教室だとか、これ後で説明させていただくんですけど、YouTube の動画の投稿なんかを行ったりしております。で、今年は、新型コロナウイルスの影響もあって、なかなか、学内に入れない期間などがあったりしたんですけど、メンバー一同感染対策に、をしっかりした上で活動を行ってまいりました。はい、でこれ先ほど申し上げた、地域貢献の一環で YouTube の投稿なんですけど、5月頃の、緊急事態宣言が出てた頃、小学生がなかなか家から出れないということで、何か家であるものでものづくりの楽しさが知れるものコンテンツがあったら面白いんじゃないかなということで、傘袋をロケットを作ってみようという動画を投稿しました。だいたい見てもらったら分かるんですけど、6分半ぐらいの動画で、うちの団体は YouTube に動画を投稿したことはなかったんですけど、この動画は300回ぐらい再生されていて、初めて動画を投稿をしたんですけど、再生されてる方かなと考えております。続きまして、当団体の主な活動であるハイブリッドロケットについて簡単に説明させていただきます。まずハイブリッドの由来なんですけど、可燃性の液体と、固体を反応させて、火種で着火することで勢いよく噴射して水力を得るエンジンを用いたロケットとなっており、こちらの液体と固体は、液体は N2O を用いておりまして、で固体は ABS だとか、樹脂関連の素材を使っております。どちらの素材も急燃焼することがないので、混ぜ合わせて火種で着火しないと火がつかないので、学生が安全にロケットを打ち上げる上では、運用できるということで、学生のロケット教育には非常によく用いられるエンジンになっております。でこちら、写真2機、今年製作いたしました。この2機体に関しては、左がエディ号という名前がついております。エディは、皆さんご存知かと思いますが、渦潮ということで、機体の方もなんか渦潮をイメージしたデザインになっております。右側がアリエスという機体で、今年、1年生が14人入ってくださったんですけど、その1年生が中心となって作った機体となっております。続きまして、自作エンジンの燃焼実験ということで、先ほど申し上げたハイブリッドロケットのエンジンなんですけど、今まではカナダの CTI 社様から購入させていただいたエンジンを機体に搭載していたんですけど、当団体2018年から設計製作を開始いたしまして、今年度初めてエンジンを燃やすことに成功しました。動画見てもらったら分かると思う、画像を貼らせていただきました。ここのエンジン固定しているところから横向きに固定して、燃焼の実験を行っております。で、これで、この実験でデータとかを取れたんですけど、まだ、改良点がいくつも見つかったので、今後改良していきたいなと考えております。で、また、このハイブリッドロケットのエンジンの自作エンジンの燃焼実験なんですけど、様々なメディアなんかにも取り上げていただきました。で、このエンジンを自作した団体が関西初ということで、四国放送さんだとか、12月29日の放送で流れるんですけど、FM 徳島さんなどに取材をしていただくことができました。
四国放送さんでは、フォーカス徳島という番組で、番組内で1分30秒ほどなんですけど、うちの団体の紹介をしてくださいました。最後に、同じ屋根の下で活動している阿波電鉄プロジェクトさんの説明もさせていただきます。イノベーションプラザには阿波電鉄プロジェクトというチームもありまして、徳島に初めて電車を走らせるためにメンバー一同自作の電車の制作に励んでいるプロジェクトとなっています。で、現在、制作している自作電車に関してなんですけど、今年度までに完成させて大学内で走行する予定となっております。プロジェクトの最終目標としては JR など営業鉄道路線の線路を借りて走行させることなんですけど、なかなか許可だったりとか安全面だとか、苦難がたくさんありますと。で、興味をもしお持ちの方は、または力を貸していただける方は、阿波電鉄さんに連絡をよろしくお願いいたします。連絡先なんですけど、メールアドレス右下に、添付させていただきました。awa.ecproject@gmail.com となっております。もし、興味ある方、連絡の方よろしくお願いいたします。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのご報告に質問があればよろしくお願いいたします。坂東様、よろしくお願いいたします。はい、工業界の坂東です。なかなか楽しいプロジェクトで、はい、私は宅地というのが何かあるんですか？目的どこまで行くのみたいな。ロケットプロジェクト、あれですよ、教えていただければと思いますけど。はい、メンバーが目標としているのは、とりあえず今は1キロメーター打ち上げれるロケットの製作です。で、それとは別に、団体で、プロジェクトをマネジメントしていく能力なんかをもつけていけたらなと考えております。声届いてます？はい、届いてます。復活しました。あ、いけますか？聞こえますか？はい、はい、松尾さん、すみません。ご質問に対する回答お願いします。はい。はいはい、当団体の目標なんですけど、今製作しているロケットは、大体高度200メーターから300メーターほどのロケットなんですけど、はい、とりあえず現状の目標として1キロメートル打ち上げるロケットを製作したいなと考えております。で、どんどん高度を上げていって、まあ、何年かかるかわからないんですけど、もうゆくゆくは、宇宙まで到達するロケットを製作できるような目標を持って頑張っております。はい、頼もしいです。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。坂東さん、ありがとうございました。他よろしいでしょうか。はい、それでは、最後に生物資源産業学部、横畑さん、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。徳島大学生物資源産業学部、応用生命コース4年生の横畑修太と申します。僕の方からは研究室における、研究活動についてと、コロナ禍において、活動がどう変化したかについて、報告させていただこうと思います。まず研究室なんですけども、僕自身が、今現在生物資源産業学部で学部長されておられます長宗先生の D2 講座にて、主に連鎖球菌と呼ばれる細菌が産生する毒素について研究を行っております。4年生から本格的に研究室での活動が始められるんですけども、3年生の後期から配属されまして、4年生は1年間通して講義の履修がほぼないために毎日朝に研究室に来て実験の計画を立てて実験をしてデータ整理をするといったような一日をほぼ毎日送っております。そのおかげもありまして毎日研究室に来て研究に没頭できております。また実験による研究だけではなくて研究に自分の研究テーマに関する英語論文の購読や自分が行った実験のデータを報告するデータ報告会などを通して、専門知識やプレゼンテーション能力、また論理的な思考力というのを、トレーニングしました。先生方の指導のおかげもあり、この1年を通してそれらの能力が、上がったのではないかと、感じております。現在は、卒業論文の、作成に向けまして、これまでのデータを整理したり、
また再現性の確認などを行って、仕上げの段階に入ってきています。またコロナによる活動の変化についてなんですけども、研究報告会が毎週行われているんですけども、そちらがオンラインでの開催と変更になり、これまで対面で行っていたんですけども、詳細な説明を伝えたりですとか、いただいたコメントに対して深く理解して噛み砕いて自分の中で整理するといったようなことがとても難しくて、そこら辺がすごく最初は戸惑いました。また学会などが中止になったりオンライン開催と変更になり、その現地に赴いて学会の雰囲気を知ったりですとか、外部の方の研究に触れる機会がとても少なくなってしまったことが非常に残念に思います。また年度始まり4月から5月にかけてと8月の間、大学への入校が禁止になってしまい、それに伴って研究室も一旦研究を中止といったような期間がありました。その間なんですけども、研究テーマに関する英語論文を自分で探して読んだり、これまで行ってきた実験の原理について自分で調べたり、そういうような復習を個人的には行っていました。そのおかげもありまして、入校が許可おりまして、研究実験が再開できるようになった後に、アイドリングする期間がなく、スムーズにまた研究を再開することができました。以上で僕の発表を終わります。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまのご報告に質問があればお願いいたします。坂東さん、よろしくお願いします。はい、工業会の坂東です。どうも、すごい勉強されてるのがよくわかります。ご苦労様です。学会の話がございましたが、はい、我々も学会今まではね、遠いところまで足を運ばなければいけなかったんですけど、オンラインになって私なんかはすごく便利と言いますかね、結構、聴講するのを自由に選べたりですね、自由度が高くなったんですけど、学生さんの評価はどうですかね。そうですね、僕自身もまたその学会にちゃんと参加っていうことはできてなくて、今先輩方がそのオンラインで開催される学会の発表に向けて今準備をされているんですけども、やはりまあ直前まで実験したり整理したりっていうことができる点に関してはまあいいことだとは思うんですけども、やはりこう見る側というか体験する側からしたらちょっと物足りないというか、実際にそのまあ遠征したりとかして遠くに行って、こういう大きい会場で発表するっていうような雰囲気を見れないっていうことはまあ物足りなさを感じる点ではありますね。そうですね、私たちもそのモチベーションとか上げるにはやっぱりその現場行って、はい、先生の話聞いたりですね、はいはい、同じ研究されてる方の話聞くと一番、まだ我々頑張らないかんなみたいな気になるんですけど、ちょっとそれがあるですね、はい、残念ですね。それと最後にこれお願いですけど、はい、生物資源産業学部も工業会のメンバーでございますので、はい、来年度以降よろしくお願いします。お願いします。お願いして、はい、最後のお願いでございます。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして学生生活に係る報告終了いたします。ご報告いただいた皆様方ありがとうございました。あと脇田さん、学長から質問が入っておりますので、よろしければよろしくお願いいたします。続きまして、本学の学生からサークル活動についてヨット部と蔵元外国語研究会から報告いただきます。なお、サークル活動の報告にご質問がある場合、先ほどと同様にお願いいたします。はじめにヨット部の斉藤さん、坂本さん、よろしくお願いいたします。音声届いてますでしょうか。はい、届いております。ただいまご紹介いただきましたヨット部の斉藤由紀と申します。少しお時間をいただいて今年度の活動報告をさせていただきます。現在ヨット部は総勢27名で毎週土日と祝日に活動を行っています。うち7名は1年生で、このようなご時世でありながらもヨットという一競技に関心を抱いて入部してくれました。
学内で毎年春に行われる新入生歓迎会がコロナウイルス対策で制限され、部員を増やすことはなかなか難しいと考えていましたが、なんとか部員を増やすことができ安堵しております。今年度コロナウイルスの影響を受けながらも、インカレに出場することができ、全国大会に出場する機会を得た部員もいました。ですが、コロナウイルスの影響により、団体戦の全国大会に出場することは叶いませんでしたが、個人戦には出場することができました。このような結果を出すことができたのは、大学のご支援があってのことだと、部員一同重々承知しております。この場を借りて深くお礼申し上げます。大会前は思うように練習に取り組めず、部員に不安が残る中挑戦しましたが、大きな事故はなく無事大会を終えることができました。また大会を経て改めてヨットという競技に心を躍らされ、このような複雑な環境の中で大会を終えたことにより、自分たちの成長を大いに感じられる良い機会になったかと思います。11月をもって4年生の先輩方が引退されました。最高学年の先輩方が練習の場に不在であることは寂しく、また不安でもあります。現役部員の力を結束して部の新体制を少しずつ整え、これからも日々精進してまいりますので、応援のほどよろしくお願い申し上げます。ヨット部の活動報告は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの報告に質問があればお願いいたします。はい、それでは、続きまして蔵元外国語研究会の報告に移らさせていただきます。リメイサさん、中井さんから報告いただきますが、準備いたしますので少々お待ちください。Our idea is to use VR to support students in choosing future careers. For example, an application that we prepared, so we list out the studies, and for example, which is medicine. ありがとうございます。聞こえてますでしょうか？あ、聞こえてます。中井さん、よろしくお願いします。はい。蔵元外国語研究会です。平素よりご支援のほどありがとうございます。私は徳島大学医学部医学科2年生の中井光雅と申します。唐突の動画で失礼しました。この動画は、コロナの影響で、全国の、これは、プレゼン大会のコンテストなんですけども、これにオンライン参加で、レンタルスペースを用いて、この動画を撮影させていただきました。これは実際に英語で、教育に対する、コロナ後のアフターコロナの教育に対する提言というテーマでプレゼンした内容でございます。この内容は、Teams ということでちょっと音声が途切れてしまったり、ちょっと英語が途切れてしまったりしているんですが、普段なら、オンラインで参加しているところを今回はオフラインで参加しているところをオンラインで参加させていただきました。このような、普段とは違うような活動になるんですけども、英語を使った、大会に出たりとか、英語を使ってみんなでディベート大会をしたりだとか、医療画をみんなで物質で見たりとか、そういったような活動をしております。留学生の学生とかもいて、英語だけではなくて、最近だと中国語とか韓国語とか、みんなで勉強しているような状況です。来年度以降は、医学生がちょっと多いっていう特徴から、生理学クイズ大会っていう英語で開かれるコンテストがあるんですけども、来年度はそちらに参加しようと思っています。で、この教育、アフターコロナに対する教育の提言っていうしましては、私たちはその VR を用いた教育っていうのを提言しました。オンライン授業で、他の学部の学生さんから、オンラインでどう変わったかって言ってメリットとデメリットが挙げられたと思うんですけど、やっぱりオンラインは、いつでも動画が見れるっていうメリットと、どこからでも見れるっていうメリットがありつつも、やっぱりその実習ができなかったりとか、その人と人とのコンタクトがなかったりっていう
というような課題をオンラインに感じていまして、そういった課題を、VR なら、まだ比較的、人とつながったりだとか、より、なんていうんですか、対面をした、みたいな状態で受習ができるという考えて VR 教育を提言させていただきました。で、実際にその VR を使った、活動っていうのも、まあ、ちょっと外国研究会とは別になってしまうんですけども、VR を用いた、循環器解剖学っていうのを、まあ、僕が、実際このオンライン、の全国プレゼン大使会を延長させて作りました。で、まあ画像はこういった形で 3D のモデルを使って、まずは医学生向けに、全国の医学生向けに講義をしています。で、講義者は医師の先生方にしていただいていて、今後は、もっと中高生とか、中高生向けに医学部ってこういうこと勉強してるんだよとか、もっとこういう研究っていうのを、徳島大学ではまだ VR っていうのがまだ研究されていなくて、今は、四国大学の、准教授の先生にコンタクトを取らせていただいていたりとか、まあ、徳島では、あと、技術面が、まだ東京とか大阪に比べて遅れているなっていうふうに感じており、また東京で今度 5G の遠隔診療の、NTT ドコモの、5G を用いた遠隔診療の研究にも参加させていただくんですけども、そういったふうに、英語だけじゃなくそこから発展させていって活動しています。部員数は35名ほどいまして、ただ、部室が昔一旦廃部した部活を再建させて今ある形なので、部室の環境がまだ整っていない状態で、冬場はエアコンがない状態で、あとはまあ、パソコンとかテレビとかもない状態、そのみんなで映画見るってなっても、ちょっとまだ活動が十分ではない状況なので、来年以降は、そういうような器具とか、まあ、物質の環境の改善っていうのをしていきたいと思っています。すみません、このような、機会を与えていただきありがとうございました。以上になります。ありがとうございました。ただいまのご報告に質問があればよろしくお願いいたします。はい。学長よろしくお願いいたします。はい。蔵元での、まあ、環境をですね、整えるのに、どういうふうに、どういうものがいるかっていうのは、ちょっと教えていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい、それで、まあ、もし、はい、まあ、資金的な問題は必ずついてくるんですけども、まずは自助努力で、クラウドファンディングをですね、利用して、お金集めるようにしてもらうと、そういう実績をもとに、また、大学の方も、考えられるんじゃないかと思いますので、はい。で、場合によっては、ちょっとこのクラブの名前変えた方がいいかもしれないですね。はい。はい。はい。わかりました。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。クラブの名前は、蔵元外国研究会で、フォーリンランゲッジスクールという名前で、FLS という名前で活動してるんですけども、本田先生やな。もっと、城山島にも、その、拠点を置きたいというか、城山島の学生も入れていきたいなというふうに考えているので、今後は、もっとユニークで、目的の伝わるような名前を考えておきます。クラウドファンディング、クラウドファンディングに関しては、やっぱり活動していく上で資金っていうのはやっぱり課題として出てくるので、学長のさん様からすみません、そのようなご意見をいただき、ありがとうございます。一生懸命頑張ります。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい。本田先生、ご質問されてますか？あ、よろしいですか？はい、どうぞ。1983年卒の南病院の本田です。私どもの時も FLS、フォーリン・ランゲージ・ソサイエティ、一度ちょっと活動が低下したのを再開したものです。これはすごい歴史のある名前なので、
借りるのはすごい OB とか相談してしてください。はい、わかりました。各大学は ESS のところをこう FLS っていう伝統的な名前なので、また OB 会とかして話したいと思います。まあ、活躍は期待していますけど、はい、名前にはこだわりがあります。ありがとうございます。失礼します。特殊なご意見ありがとうございます。伝統を大事にして、また OB さんにもご相談させていただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。本田先生ありがとうございました。坂東さんすいません、挙手が上がってますけれども、ご質問ありますでしょうか。ごめんなさい、ありません。はい、ありがとうございます。はい、はい、他よろしいでしょうか。はい、それでは、以上をもって、サークル活動に係る報告を終了させていただきます。ご報告いただいた方ありがとうございました。では続きまして、本学産業院森松院長から、生物資源産業学部の農場で生産されますハムについてご紹介させていただきます。森松先生お願いいたします。はい、産業院の森松でございます。よろしくお願いいたします。画面は共有できていますでしょうか。共有できてます。あ、はい。じゃあ、今日はですね、ご報告とお願いということで、特大ハムの製造と石井町ふるさと納税返礼品対応の実施についてということで、ご紹介させていただきます。で、まず、この地図なんですが、昔の徳島県立農業大学校の跡地、現在は、生物資源産業学部の石井農場ということで、活用させていただいております。特に7月1日からはこの農場、それと鳴門の水研センター、新たなキャンパスを統合して、バイオイノベーション研究所ということで、企業地域とですね、イノベーションを起こしていく拠点として現在活動しております。で、この石井農場でございますが、徳島県とアグリサイエンスゾーンの協定を結びまして、植物それから畜産のさまざまな研究をしております。特に今回ご紹介いたしますのは、先端畜産システム開発施設、それと、ここの食肉加工施設というところでございます。2018年にはですね、企業からの寄付によりまして、石井の農場の中にですね、食肉加工施設っていうのを設置しております。これは、右側にございますように、食肉製品製造業の、許可も取得いたしまして、もうすでに、製造販売のできる施設として稼働しておりました。ただ、内容はですね、これまで、学生の製造実習とか、それから、徳島県との共同研究、例えば、野生鳥獣を用いた研究などに活用しておりました。一方、この今年の2月にはですね、先端畜産システム開発施設、これは、動物福祉に対応した、実験豚舎になります、が、完成いたしました。これも、企業の寄付によって、ご寄付によって完成いたしました。で、その特徴はですね、完全閉鎖型の実験豚舎です。現在、COVID-19 のほかにですね、畜産領域では豚熱とか、それから鳥インフルエンザ、さまざまな疾病が、ありますが、そういうのを排除するように、完全閉鎖型で、実験ができる冷暖房完備の、実験施設になっております。下に写真がございますが、このように、豚が入っておりまして、教職員学生がですね、1頭ずつ、愛情を込めて飼育、実験でございますがを行っております。冒頭に学長のお話でございました、移動用実験施設もですね、ここで、繁殖しました、マイクロミニ豚を用いて実施しております。このように学生も、卒業研究に、没頭しているわけでございますが、その中で、この豚の、出荷肉質評価の中でですね、
この3名が中心になりまして、せっかく、出てきた、豚でございますんで、その、原料を使ってですね、食肉製品、ハムを作りました。で、まず、9月に、竣工式にご出席いただきました石井町の、小橋町長を訪問しましたところ、ふるさと納税の対応を、してほしいというご依頼がございまして、今回に及んでおります。で、この商品はですね、大学の6次産業化成果物のふるさと納税への協力ということで、国内では初めての取り組みになります。また、特徴としましては、抗生剤を含まない飼料で、1頭ずつ育て、また、副原料もですね、徳島らしく、アバワ3本を使ったり、ナルトの渦潮を使ったりして、非常に、低注入、長期遠赤の熟成表示、JAS の熟成表示ができるような製品に仕上げております。で、物自体は、一般企業と競合になってはいけませんので、1キロのハムと、ロースハムという非常に高級な大きなハムです。今回ですね、このような、活動をして、ふるさとチョイス、それから楽天ふるさと納税での、応募が開始されました。ちょっと上の絵に描きましたように、備山会の皆様にぜひふるさと納税の、ご支援をいただき、石井町、徳島県の活性化、さらに大学では、6次化産業の実践教育ということで、三方よしの、関係をこれからも作りながら、地域、大学に貢献できていければいいなと、思っております。ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。以上ご報告でした。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、今回の備山会を終了させていただきます。本日はご参加いただきありがとうございました。途中進行上、トラブったりちょっとバタバタしたことをお詫び申し上げます。またお手数をおかけいたしますが、アンケートの方のご記入よろしくお願いいたします。また本日報告のあったことにつきまして、改めてご質問がある場合はアンケートに合わせておかけいただければと思います。アンケートの URL は今回ご参加の方に後日メールでも送らせていただきます。また次回備山会開催時にはご参加の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。